いどうも皆様こんにちは、ジュナです。今日はですね、久しぶりの購入品紹介動画になっております。今回は私もまだ開けてなくて、一緒に開封しながらそのコスメたちを使ってメイクしていきたいなと思っております。で、今回使ったのはカルトビューティーっていうイギリスのリテールサイトで、ちょうどね、グディバッグっていうね、もうすんごい豪華なおまけがつく時期だったので、そのグディバッグもね、開けて中身がどんなのが入ってるかっていうのを一緒にね、見ながらやっていきたいなと思っておりますので、気になる方はこのままご視聴ください。そしたらまずはグディバッグの中身から確認していこうと思います。で、今回は180ポンド以上の購入で、この中身全部なんですけど、これがついてくるよっていうやつでした。で、中身は毎回違うんですけど、だいたい1年に3回、4回、もうちょっと、まあ、結構ね、やってるんですよ。結構このグディバッグの時期っていうのがあって、コスメがたくさん入ってる時もあれば、最近はどっちかというと、スキンケアに偏ってるなっていう感じがありました。今回のは、パッと見た感じで、あ、私の好きなやつが入ってると思ったんで、まあ、リピートも兼ねて、あ、今の時期にじゃあカルトビューティーで買おうかな、ちょうど欲しいものたくさんあるしっていうので購入しました。2月の頭ぐらいに頼んで1週間ぐらいで届きましたね。カルトビューティーサイト自体がリニューアルされて使いにくくなったとか、届くまでめっちゃ時間かかるようになったっていう印象があったんですけど、リニューアル前と同じぐらいのスピードで届くようになりました。なんでね、年末年始とかホリデー重なってて到着までに時間がかかってただけみたいです。ということで、まず一つ目がこちら、見えへんな。バッグですね。オーロラの。ちょっと開けますね。このね、色が私大好きなんですけど。見て。めっちゃ可愛い。中がクリアになってる。メイクポーチにもなるし、サンプル入れにするかも。なんか結構化粧品って買うと、サンプルとかたくさんもらうけど、こう、ガサガサってなるから、今ね、ジップロックに入れてるんですけど、これの中にサンプルを全部入れていこうかなと思います。そしたら、お次は、こちら。フランクボディですね。前私が購入した時のグディバッグにも入ってたんですけど、スリープスクラブ&ソープっていうお風呂で使う体のスクラブです。まずは体にこう、スクラブでして、最後はお風呂に入れて、その中に浸かるのもめっちゃいいよって書いてます。マグネシウムエプソムソルツ。それは何？と、ラベンダー。ラベンダーなんで結構リラックス効果だったりとか、あとは肌をスムーズにしてくれたり、角質を取ってくれたりするよっていうスクラブだそうです。お次はこれ、パイかな？こちらに入ってるんですが、ハイドレーティングマスク。保湿のマスクですね。で、お次は、こちら、あ、イットコスメティックスのコンフィデンスインナークリームなんで、アンチエイジングの保湿クリームです。前これのね、アイクリームを使ってたんですけど、全部なくなるぐらい気に入ってたので、そう、これも使おうかな。結構肌がもちもちする感じのソフトクリームじゃん。でね、中もトライアルサイズとはいえ、中もね、ちゃんとこんな感じでポットに入ってるので、旅行とかお泊まりの時にもいいんじゃないかなと思います。で、お次はこちら、あ、これヘアケアですね。これなんて読むんだ、オーワイこれいつも分からへん読み方の、リーブインコンディショナー、マルチタスキングリーブインコンディショナー。あ、髪の毛を柔らかく絡まりにくくしてくれるタイプだそうです。ドライヤーで乾かす前に髪の毛にシュッシュッとして、その後ブラシで溶かしてからドライヤーするといいよっていう、熱から守ってくれる効果もあるみたいです。めっちゃね、字がちっちゃいの、すごい読みにくい。あ、すごい、ムラドが入ってます。これめちゃくちゃ有名なスキンケアブランドで、ちょっとお高いイメージがあるんですよ。のビタミン C トリプルエクスフォリエイティングフェイシャルなんで、ビタミン系の角質を取ってくれたり、肌のターンオーバーを促す、洗い流す、ピーリングジェルみたいな感じですね。ジェルかどうかわかんないけど。これもちっちゃなチューブに入ってるので、ちょっとまたお風呂場に置いて、あ、洗面所に置いて試してみたいなと思います。お次はこちら。お、ボディケアかな？ファーマシーのハニーヘイロー、ウルトラハイドレーティングセラミドモイスチャライザー。あ、ボディクリームじゃないわ。あ、乾燥肌にいい。朝も夜も使っていいよっていうことなんで、ちょっと私これ今塗ろうかな。あ、なんか、すごい蜂蜜の匂いはするけど、こっくり感っていうよりは肌にこう馴染んでいく感じがすごくあります。思ったより重たくない。ファーマシーのクレンジングバーも好きでめちゃくちゃ使ってるんですけど、ファーマシーってね、いつもなんかこのオーガニックやけどええ匂いやでみたいなやつ多いんで大好きです。で、肌に優しい素材で作られてるものが多いので、なんか敏感肌の方とかでも使いやすいんじゃないかなと思います。そしたらお次はこちら、シャニーダーゼン。
レチノールリフォーム、まあ、これもちょっとピーリング系ですね。クレルティフリー、ビーガン、オイルフリー、フレグランスフリーなんで鼻には優しいんですが、レチノールなので、まあ、刺激に弱い方は避けた方がいいのかもしれないです。次じゃんじゃんいきますね。これは持ってるぞ。グローレシピのウォーターメロングロー、ナイアシンアミドデュードロップスのミニサイズです。こんな感じなんで、これはスキンケアにも使えるし、メイクの下地としても使えるし、ファンデーションと混ぜて保湿効果を高めることもできるよっていうマルチタスクなアイテムなんですけど、そのミニサイズが入ってました。お次、ビオッサンス。あ、これのね、クリーム最近使ってます。スクアランとヒアルノリックアシッドのトーニングミスト。あ、もうしっかりしたレモンに入って、ちょっとミストの細かさを見ますね。お、香りはなんかちょっとフレッシュな、なんていうの、レモングラスみたいな香りがします。めっちゃ良さそう。これまだまだいきますよ。次、フィリップキングスリーのボンドビルダーヘアケアです。シャンプーの前に濡れた部屋に、つけると、ほんで20分ぐらい置いた方がいいよっていうやつですね。あの枝毛とかにもいいそうですよ。お次はこちら、パッチオロジーですね。アイパッチとかを主に取り扱ってるブランドなんですが、それのフラッシュパッチアイジェル、目が起きた感じになるよというやつです。次はこちら、コデックスの、ハイドレーティングスキンスーパーフード。これは洗い流すタイプじゃなくって、まあ、保湿してくれる美容液かクリームかな。ちょっと出してみますね。あ、クリームですね。保湿系のクリームだそうです。あ、さっきのファーマシーよりはこっくりしてます。結構なんかでも、クセ強な香りする。わからんくなった。なんか今言ってもうたかもしれん。なんか説明が入ってた。オーガニックな材料で作られてるっていうので、多分ちょっとね、クセの強い香りがするんだと思います。お次はこちら、あ、大好きなやつ、ブリオジオのドンディサピアリペアっていうコンディショニングマスクです。なんでこれもね、ヘアケアなんですけど、このブリオジオのヘアケアすごく大好きで、すごいね、毛が細くて乾燥しがちなんですよ。なのでそういう方におすすめのコンディショナーです。で、前のがちょうどなくなってたんでストックした。そしたらお次はこちら、マリン&ゴエツのビタミンフェイスモイスチャライザー。保湿系が多いな、さすが冬。これはセラムかな。結構ほっくりしてる感じのもののような気がします。まあ、チューブタイプなんで、おそらくクリームですね。ちょっと反対の手になりますね。匂いとかはそんなになさそう。あ、だいぶしっかりめのこっくりめです。あ、と思ったらジェルみたいにこう溶け込んでいくタイプですね。あー、こっちの方がテクスチャー的には好きかも、保湿クリームとして。うん、なんか肌に溶けましたって感じがする。こっちはもうね、サラサラなんです。さっきこのオーガニックの方塗ったんですけど、もうね、ベタベタ感もなくて、ってことはすごい吸収が早いので、メイクの前にも使えそうな感じです、この緑の方。お次はこちら、パーフェクトシャインクラリファイングスカルプスクラブ。頭皮のスクラブだそうです。頭皮がこの時期乾燥する、私もそうなんですけど、めちゃめちゃ乾燥しやすいんで、そういう時にこれをスクラブ頭にできるというね。へえ、これいいですね。あ、めっちゃ何の匂いって言ったらいいんやろ。めっちゃいい匂いします。お風呂のいい匂いで、お次がこちら、1999、なんか文房具みたいな袋に入ってますが、1999のプレシジョンカラーペンシル。あ、これはコスメですね。リップにもチークにもどこにでも使っていいよっていうものだそうです。ちょっと開けてみようか。お、赤と肌色っぽい感じです。あ、もう本当に色鉛筆。ちょっとここに書いてみようか。あ、めっちゃクリーミー。ちょっと力入れすぎちゃって今、もろもろになりましたけど、すごいクリーミーで、伝わるかな？ちょっとツヤのある、こうメタリックのタイプですね。下の粘膜とかに入れるのいいかも。で、こっちが、ボロスっていう赤。わぁ、めっちゃ描きやすい。もうほんまに、めっちゃ描きやすい。ほら、めっちゃ可愛くハート描けたもん。すんごい柔らかいんですけど、折れるほどの柔らかさじゃないんですが、すごく描きやすかったです。で、お次。こちらもコスメですね。ミルクメイクアップのハイドログリッププライマー。で、これフルサイズを持ってるんですが、もうすんごいね、ノリみたいにメイクを密着させてくれるので、まあ、ファンデーションちょっと選ぶっていうね、デメリットあるんですけども、あのみずみずしいファンデーションだと伸びがすごく悪くなるんです。なんで少しこっくりめのファンデーションの方がこのプライマーには私はあったんですけど、
これをつけてると本当にメイクのヨレとかこう割れたりとかっていうのがかなり軽減されるので、これね、なかなかミルクって日本に発送してないので、グリーバッグに入ってるとねテンション上がるやつです。で、お次はこちら、エスパナチュラルビューティーインナーカームクリーン&グリーンデトックスマスク。あ、多分ね泥マスクっぽい気がする。うん、多分ね泥マスク系ですね、書いてないけど。はい、で、お次がこちらリップです。ナーズのアフターグローリップバームのオーガズム、人気色ですね。多分かなりシアなタイプかなと思います。あ、かわいい。やっぱオーガズムの色ってめっちゃかわいいねんな。あー、すんごいクリーミー。もうほんとほぼリップバームです。ちょっと一回塗ってみる。ほら、今あんまちょっと口だけ赤なったけど、色がほとんどつかないタイプのツヤありちょっとピンクつくっていうやつです。でもね、このね、オーガズムのカラーってやっぱすごいなって思います。なんか、女子って感じになる。ほんまに可愛い。で、お次が、こちら。これが入ってるっていうのにテンション上がったんですよ。フダビューティーのライフライナーのクイック&イージー。これね、本当に描きやすくて、にじまない、落ちない、私の中でベストオブベストのアイライナー。もう2本ね、リピートしてもうすぐ終わるなと思ってたんですけど、これね、ほんまに描きやすいんですよ。見て、この繊細なラインを。これでほら、にじまないでしょ？なかなかね、にじまないアイライナーってないんですよ。こんな細いライン描けるんですから。米粒にも描けるぐらいの。ほんまにこれおすすめのアイライナー。そして、最後がこちら。アバウトフェイス。これね、ホールゼイのブランドアバウトフェイスが、カルトビューティーで取り扱いがちょっと前から始まって、これね、ブランドが出た当初は公式サイトしか取り扱いがなくて日本に発送がなかったんですよ。なんでめっちゃパッケージも可愛いし、すごく面白いアイテム多いのに買えないと思ってたら、カルトビューティーで取り扱いが始まってグディバッグにも入ってるということでね、めちゃくちゃ楽しみです。ちょっと開けてみますね。で、今回これ今紹介してるのっておまけなんですけど、おまけと言っていいのか。別でアバウトフェイスのものも購入したので、それも一緒に使いたいなと思います。開け方むず。かわいいもんで。これは、ちょっと、高額タイプやったから、ちょっと読む前に開けちゃった。ライトロックスティックっていうハイライトスティックになるのかな？のフレンジーっていうカラーです。見て！めっちゃ可愛いない？あ、伝わるかな？めっちゃ可愛い。ちょっと待って。あー、かわいい。ハイライトというよりなんかアイシャドウのアクセントに使えそうな気がする。はい、ということでね、とりあえず以上がグディバッグの中身でした。めっちゃたくさんでしょ？これがおまけとして180ポンド以上購入の方にはついてくるっていうのをやってたんですよ。今もやってるからちょっとわかんないんですけど、またね、次のシーズンとか、あの3ヶ月に1回ぐらいはやってるんじゃないかな。なんで、もう気になる方はぜひ見てみてください。はい、そしたらね、長くなりましたが、ここからメイクをパッパッとやっていこうと思います。まずはちょっとコンタクト入れますね。今日は TTDI のポーラーライトグレーをつけます。この色本当に好き。まずは毛穴の部分にタルトのシェープテープポア&プライムバーム。これを指で乗せていきます。こういうね、バームになっているんですよ。タイムレススムージングプライマーから、こう別のものをね、いろいろ試しているので。今日はこれを使います。毛穴は確かに隠れるけど、なんかねシリコンですっていう感じがちょっと伝わる。で、前眼にはこちらファーサリのリキッドグラスをのせていきます。で、ファンデーションとコンシーラーは特に新しいものを購入してないので、今日は RCMA のファンデーションの P210 番と NARS のレディエントクリーミーコンシーラーのライトの 2.5 を使って肌を作っていきます。これは割とフルカバーのファンデーションで、でもね、着け心地が軽いんですよ。すごい気に入ってるファンデーションの一つです。ただ、ツヤ肌寄りではないかな。どっちかというと、マット寄りですね。すごく伸びも良くて、少量で半眼いけちゃいます。ほら、すごくないです？全部消えた。そしたら、このコンシーラーで目元を明るくしていきます。そのままアイシャドウベース代わりにも使っちゃいますね。はい、そしたらお次はコントゥアに新しいアイテムが増えました。こちらですね。NYX のワンダースティック。これが、下がコントゥアで、上がハイライトになって、こういうスティックタイプのもので、もうスティックのコントゥアがどうしてもね、KKW を超えるものが見つからなくて、また新しいものをちょっとチャレンジしてみようかなと思って購入しました。で、色が何色かあったんですけど、ミディアムタン
というカラーにしました。ただね、ちょっとね、明るいっていうか、黄色っぽい気がするんだよな。まあ、とりあえずこれでいってみます。これで、ちょっと黄色いかな。ただ、描きやすさはめっちゃ描きやすい。スルスルってほら。これでもこうやってフューって描いてしまって、このハイライトを置く部分に、この明るい方、ちょんちょん、スーって置いておきます。もうほぼファンデの色と変わらないんで、これはあってもなくてもかなと。で、ブラシでぼかしていきますね。悪くはないけどな、色がな、ぼかしやすさとかは全然いいんですけど、色がちょっとオレンジすぎるというか、赤、黄色すぎる気がします。なんでちょっとこの上にブロンザーを重ねますね。お次はパウダーです。パウダーも新しいものを購入しました。サイって読むんかな?のエアセット レディエントルースセッティングパウダー。ちょっとね、新作のパウダーなんかね、ちょっと見ててすごく気になったんで、買ってみちゃいました。パッケージもめっちゃ可愛い。ちょっと指紋ついちゃった。こういうね、ちゃんとディバイダーがついてるタイプなんで、くるくるって回せば、こっちか。回せば、蓋もできるタイプです。なんで散らかりにくいかなと思います。で、これで目の下のセッティングをしていきますね。確かに若干ツヤ感があるかもしれない。あれ?ハイライト塗ってないのに、こう、ちょっとツヤ感が出てる。ちょっと顎周りもセットしておきます。どう?個人的にはめっちゃ綺麗な気がする、このセットされてる加減。いいかも。このパウダーいいかも。そしたら、ちょっと眉毛のプロダクトは特に購入してないので、ささっと描いて戻ってきます。そしたら、ブロンザーを入れていきます。ちょっと鼻の部分もね、色が、って感じなので、ブロンザーは、シャーロット・ティルブリーのエアブラシブロンザーにします。これも底見えしちゃってるんですけど、キーブラシでふわっと、鼻の部分にも少し重ねます。おでこと、顎下。ちょっと最近顎が伸びてきた気がする。なんか、下に。なんで?そしたら、お次はアイシャドウに行きます。ちょっとね、アイシャドウに使えそうなアイテムがいくつかあるので紹介していこうと思います。まず一つ目はこちら。ナターシャ・デノーナのバレンタインズエクスクルーシブのミニクラッシュアイシャドウパレット&アイシャドウブラシセットっていうのが出てたので、ちょっと購入してみました。これのね、スウォッチをナターシャのインスタで見たんですよ。そしてめちゃくちゃ可愛くて、久々にピンクのアイシャドウで心躍るものが出てしまったという。こんな感じの、もう5色の本当にちっちゃいアイシャドウなんですけど、それにね、こういうちょっとピンクっぽい、ピンクゴールドっぽいブラシがついてるセットになってます。この色がめっちゃ可愛かったんですよ。ちょっと見てみよう。可愛い!絶対これ今日使う。ところでこれって、じゃあスマッチしてしまうパターンね。落ちないパターンではないのね。オッケー。よし。ということで、これを一つ使うのと、これがメインになるんですけど、あと、アバウトフェイスのグリッターなんかも買っちゃったんですよ。よいしょ。まずこちら。もうなんか化粧品かどうかもわからんようなパッケージなんですが、これがね、フラクタルグリッターアイペイントなんで、アイシャドウなんですよね。のスモルダーっていうカラーにしました。要はリキッドアイシャドウなんですが、かわいいぞ。めっちゃかわいい。ちょっとほら、わかりますかね?ちょっと茶色。赤茶、ピン、むら、あ、ピンクやわ。ピンクのラメめっちゃ入ってる。これ一緒に使えそうですね。もう二つ。もう一つもアバウトフェイスの、これは一応ハイライターなんですよ。ライトロックパウダーっていう、さっきのはスティックで、こっちはね、こういう、なんていうの?プレスドパウダーのハイライターなんですが、まず、パッケージが、めっちゃ好きなタイプ。かわいい。これはちゃんとハイライターに使えそうなカラーですね。もう一つが、こちら。ビクトリア・ベッカムのリットラスターの別のね、色を買いました。オニキスしか持ってなかったんですけど、黒のラメしか持ってなかったんですが、今回は、シフォンというカラー。こういうね、なんていうの?使いやすそうなカラー、万能カラーですね。かわいい。これ目頭なんかにいいかなと思います。ちょっと繊細な輝きをするので、この辺を使ってアイメイクを仕上げれたらなと思います。まずは、せっかくやからこのブラシ使いますわ。これで、アイホール全体にこのカラーを乗せていきます。
思ったより発色いいぞ。ブラシがね、いつものと違うから余計使いが難しいかも。加減を分からずどっさり取れるタイプやと知らずに使ってしまった。めっちゃ可愛いよ、ちょっと今日はバレンタインメイクみたいになりそうですね。あら可愛い、もう色が可愛いもん。このブラシ、カラーをベタ塗りするのにめちゃくちゃおすすめです。ガッサーって塗る。で、先がこうちょっとフラットなんですよね。なんで下まぶたとかにもおすすめです。そしたらこの外側を、まあ、このトランジションシェードですね。これでちょっとぼかしていきます。でですよ、この鬼皮ピンクをですね、指にとって、かわいい、ガッサーのせていきます。へえ、かわいい。めっちゃかわいいやん、見てこの光り方、ほんまかわいい。そしたら目尻側にはこの赤紫のような、まあこういう使い方になっちゃいますよね。もっと他にも使い方はこのパレットあるとは思うんですが、ちょっとオーソドックスな使い方をしてしまってます。でもここにこの赤のメタリックでも可愛かったかも。ちなみにこれはこんなカラー、うわうわ可愛い。これを目尻に乗せても可愛いと思います。でも私はもう目尻はマットの方が落ち着くので、これでいきますね。そしたらお次は目の下側なので、メインに使ったカラーをこれに乗せていきますね。そしたらその内側、目頭、違うわ、目に近い方、目の際をこっちのトランジションに使ったカラーで埋めていきます。そしたらこのアバウトフェイスのスモルダーを黒目の上ぐらいかなに乗せようと思います。お、ほんのちょっと乗せて、もうちょっと乗せた方がいいのかな。ほら、めっちゃ可愛い。ラメがね、ピンクとか白っぽい青とか入ってるんですよ。この色すんごい可愛い。このピンク系のアイシャドウともめっちゃ合いますね。はい、そしたら目頭側にこのビクトリアズシークレットのリットラスターを、ちょっといつもよりはふわっとしたブラシでファサッとのせたいです。これで、おお、可愛すぎやしないかい。めっちゃ足しちゃうやつや、これ。可愛すぎて。そしたらアイライナーを引いていくんですけど、アイライナーはね、今日ちょっともう一本買っていて、こちら、メイクアップ、よくや、メイクアップバイマリオのブライトニングペンシルっていうもので、ちょっと下のね、粘膜の部分を明るくしていこうと思います。このカラーが白ではなくて、ベージュ寄りなんですよね。だからこう、あんまり浮かないんじゃないかなと思って、買ったんです。こんな感じのカラー。ほぼ肌色ですね。これを全体の粘膜に埋め込んでいきます。目がガッチャーンって開いた感じになる。はい、そしたらあとはね、チークまでは新しいものがないので、アイライナー、マスカラ、チークをして戻ってきます。はい、マスカラとアイラインとチーク入れてきました。今日チークに使ったのは、パトリックターのモノクロームモーメントベルベットブラッシュのシーズパッショネートというね、めちゃくちゃ絶妙なピンクトーンのチークを使いました。お次はハイライトですね。ハイライトは先ほど紹介したこちら、アバウトフェイスのライトロックパウダーを使おうと思います。めっちゃ可愛いと思う。伝わるかな？ちょっとね、ピンクトーンなんですよ。あー、すごいクリーミー。あ、発色エグそうだな。伝わるかな、綺麗な感じ。まあ、乗せたが早いですね。乗せていきます。あ、光り方もね、ちょっとピンクに光ってる感じです。かわいい。これチークと重なる部分から乗せるのがめっちゃかわいいかも、このハイライト。はい、そしたらお次はリップですね。リップがね、1,2,3本あるんですよ。なんでここから決めていきたいと思うんですが、まず一つはこちら、同じくアマウトフェイスのマットリップですね。ちょっと開けますね。なんていう名前？ペイントイットリップカラー。お、結構ヌーディーなカラーを買ってます。これが、色がスランバーというカラーですね。ちょっとスウォッチしてみますね。これがまずスランバー。あ、思ってたよりブラウンだな。
かわいいかも。なんかバレンタインメイクっぽくなりそう。で、お次が同じシリーズを2色買いました。アナスタシアビバリヒルズの新作のリップで、サテンリップスティックの一つが、このね、アナスタシアのリキッドリップでめちゃくちゃ大好きなカラーがあるんですけど、それの、このサテンリップバージョンを買いました。めっちゃパッケージかわいい。ピンクゴールドみたいな。こちらがダスティーローズっていうカラーですね。めっちゃかわいい。これはね、モーブトーンでめっちゃ好きな色なんです。ほらほら。あ、かわいい。これも合いそう。で、もう一つが、トープベージュ。こんな感じですね。割とこの3色の中では明るめのカラーかな。わー、どれ行こう。ダスティーローズかな。ちょっとなんかこの可愛らしい感じを保ちたいので、このダスティーローズにします。あら、めっちゃ綺麗じゃん。可愛い。縦じわが目立ちにくいタイプのリップかも。仕上げにちょっとミストはね、特に新しいものを購入してないので、ドミニクコスメティックスのウルトラハイドレーティングファインミスト。かけて、はい、完成です。どうどうどう。このキラキラピンクみたいな感じ、久々にやってすごく好きなんですけど、リップの感じも好きやし、ハイライトの色味も好き。今日はすごく好きなメイクの日です。なんかね、購入したものもそうだったんですけど、結構ね、新作がベースメイク系が多くて、で、ファンデーションの新作とかパウダーの新作っていうのはよく見るんですけど、まだね、アイシャドウとかチークとかこう、カラーものの新作が少ないような気がするんですよ。なんで、まあ、春に向けて、まだ2月なんで、こっからね、もっとカラーものがたくさん出てきて、メイクももっとね、今より楽しくなるんじゃないかなと。思います。でね、セフォラが日本に発送しなくなったっていうのが、まあ一時的なものだとは思ってるんですけれども、あるので、まあこれからもね、カルトビューティーだったりとか、まあ他のサイトで購入したもの、できるだけサイトごととかで紹介していけたら、もっとね、こう、あ、このサイトこういうとこがいいんだとか、伝わるかなと思って、まあそういう方向でもやっていきたいなと思っております。で、以前、インスタグラムの質問ボックス、で、どういう動画を見たい?みたいなリクエストをしたところ、たくさんのリクエストをいただいて、もうほんとね、そのアイディアはなかったとか思うものまでたくさんあったので、まあそれもね、少しずつ動画にしながら楽しんでいただけたらなと思っております。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。励みになります。で、インスタグラムの方では週に1、2回メイクライブだったりをやっておりますので、よかったらそちらも遊びに来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、ジュナでした。おおきに、バイバイ。